今回ニュージーランドです。ニュージーランドはブドウ品種ソーヴィニョンブランが全体の7割と、これ語呂を作る特化会になりました。ニュージーランドといえばソーヴィニョンブラン、ソーヴィニョンブランって響きがなんかソープランドって感じですけどね。はい、次、ざっくりとニュージーランドは北島、南島に分かれて、この北島のホークスベイっていうところはボルドースタイルなんですよ。緯度が、南緯が低い、まあ暖かい、より暖かいところはフランスでいうボルド、よりレールなワイララパはブルゴーニュ、ピノノワールとか主体のものになるらしいです。で、南とはもっと冷涼な地域で、マールボロはソーヴィニョンブランで有名な場所だし、セントラルオタゴは最近力を入れているところで、ピノノワールの生産技術が上がって、上質なピノノワールが作れるところになって注目されています。で、セントラルオタゴは世界三大産のワイン産地になっています。まず、北島のここですね、オークランド。経済都市らしいですね、ニュージーランドの中では。ワインも有名です。オークランド、マタカナ、クメウ、ワイヘケアイランドっていうのがあるんで覚えましょう。ワイヘケとかなんか変な名前です。はい。ワイヘケをワイキキにかけて、ワイキキでなんか遊んでるみたいな。メイクラブしてるみたいな。ワイキキでまたまたメイクラブ。ワイキキ、ワイヘケ、またまた、またかな。メイクラブ、クメウ。オークランド、これ、A をあえてこれ、四角にしました。オークランドって感じですね。はい。次。ちょっと下ネタが増えてきてます。すいません。北島、ギズボーン、ホークスベイ。で、ワイララパ。はい。さっき言いました。ボルドースタイルが有名なホークスベイ。ブルゴーニュスタイルが有名なワイララパ。という感じで覚えましょう。語呂です。ギブソンのフォークギターで、ライラライ。と歌うグラム、おばあちゃんがフォークギターで歌ってるみたいな、ちょっと無理やりな頃でした。これはあまりおすすめできない頃です。まあ、ギブソンでギズボン、フォークギターでホークスベイ、ライラライでワイララパ、グランマでグラッドストーンとマーティンボロにかけてます。次、ちょっと下ネタが増えてきてます。マールボロ、サザンバレー、アワテレバレー、ワイラウバレー。ワイラウバレーとか、さっきのワイララパとちょっと紛らわしいんで、しっかりここ、覚えましょう。で、マールボロって、ほとんどソーヴィニョンブランの土地ですからね。はい、それも踏まえて語呂です。マルボロとソープランドに散在し、慌てて笑う。はい。マルボロってタバコ吸いまくって、ソープランド通いまくって、ちょっと散財しちゃったと。もうお金尽きて、慌てて笑ってるみたいな。そんな感じですね。散財でサザン、慌ててで、慌てで、笑うで、ワイラウ。ワイラウバレーをしっかり覚えましょう。最後は、あんまり紹介したくないんですけど、でもまあ、出来のいい語呂に仕上がったので、一応触れます。最後、セントラルオタゴです。ワナカ、バノクバン、クロムエル、ピサレンジ、ローバン、ギブストンバレー、ベンディゴ、アレクサンドラがありますので、これ全部覚えましょう。バカな男が、バンコクのピンサロで、ブスとベッドインして、X。はい。男でオタゴにかけてます。バカなでワナカ。バンコクので、バノクバン、クロムエル、ピンサロで、ピサレンジとローバン、ブス、でギブストン、ここですね。ベッドインでベンディゴ、ベンディゴって英語で書くとこんな感じでベッドインっぽくないですか。で、最後これはレックスにかけてます。お後がよろしくないですが、以上です。この動画はソムリエワインエキスパート試験に対応する内容を目指していますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。